皆さんこんにちは。富士フイルムの太刀です。写真家が出展作品についてお話しする富士フイルムスクエアギャラリートークムービー今回は写真家たちの新しい物語に出展いただいている藤村さんにお話を伺いしたいと思います。藤村さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回、鉄塔づくしの写真展になってます。けれどもあえて、その鉄塔を入れた風景写真っていうのを。 取り始めたそのきっかけを教えてくださいはい、えー、鉄道はあみんなのために休まず毎日働く存在にもかかわらず風景を撮影する人たちからは邪魔だとお非常に嫌われている存在です、えー、そんなあの嫌われていながらもお一途に働き続ける鉄道たちに私はいつしか愛しく思うようになって鉄道に、えー、カメラを向けるようになりました その鉄塔風景写真っていうのの魅力は何ですかそうですねあの47都道府県全てにおいて必ずある存在であり誰でも簡単に気軽に撮影できるところが魅力だと思います藤村さんは普段どこでど,どういうことに気をつけて鉄塔を撮影されていますかはい、えー、どこにでもあるものなので、えー、具体的にどこということはないんですけれども 初めてて訪れる場所においてはまず大きな変電所に向かうようよににしています変電所には必ず鉄塔がありますのでその鉄塔を中心に周辺を撮影するように進めています気をつけている点ですけれどもそうですねやっぱり鉄塔の足元とかは非常に危険を伴う可能性がありますなので入ったり通ったりしないように気をつけています他にも 鉄塔を撮影されている方っていらっしゃると思うんですけど、その藤村さんが撮影する鉄塔にはどういう特徴がありますか？はい、えー、私はあの鉄塔をそのものを撮っているわけではなく、美しい風景の中にある鉄塔、えー、人の生活を感じられるような風景の中にある鉄塔を撮影しているところが特徴ではないでしょうか。今回 こうやっててて大伸ばしさされたプリントをを見てのご感想を教えてください。はい。は自分でもよく大伸ばししてプリントするんですけども今回のプリントは非常に高精細で驚きました鉄刀っていうのは非常に線が大事な存在なんですけれども今回のプリントではそれが非常によく表現されていて驚きました藤村さんの今後の展望を教えてください。 はい自分は一軒一転倒の旅というものをコンセプトに撮影をしているんですけれどもまだ47都道府県すべてを制覇しておりませんのでぜひこれから先も撮影を続け47都道府県すべてで鉄塔風景を撮影していきたいと思っていますそしてそれが終わりましたらできれば写真集を出してみたいと考えています最後に来場される皆様に 何かメッセージがあれば教えてください、はいは鉄塔は私たちの生活にとても密接な関係がある存在なんですけれどもどうしてもその大きくていかつい存在がゆえに嫌われがちな鉄塔なんですけれども今回の写真展では風景の中に優しく溶け込むような鉄塔が数多く展示されています。ぜひこのの写真展を通じて多くの人が 鉄塔にカメラを向けてくれるようになったら幸いです本日はありがとうございましたありがとうございました